大谷義継。大谷義継は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名。豊臣秀吉の家臣で、越前鶴が上手。名前については、吉高ともされるが、現存する古文書で、吉高と署名する文書は確認できず、いずれも、義継である。通称は木之助、号は白頭。関東は、行部上流で、大谷行部の通称でも知られる。 合病を患い、元質のために失明して、関ヶ原の戦いでは古史に乗って、軍の指揮を取ったが、小早川秀明の離反で敗戦すると、家臣、岩佐隆史邸の解釈で切腹して死去した。永禄2年、1559年に、大見国、滋賀県で生まれたとされてきたが、現在は6年後の永禄8年、1565年を、青年とする説が有力となりつつあり、 その場合は、去年も従来の42歳から36歳と改められことになる。父が病気治療のために、文語国に赴いてそのまま一時期、大友氏の家臣になっていた折に生まれたという説も、あるが、当時の大友家中に、平成大谷氏は存在せず、六角氏の旧臣、大谷吉夫佐とする説が有力である。課長要略の、 傍観を親かけずに義継の名があること、本願寺傍観、下妻より明室が妹であることなどから、少年院門関傍観、大谷安親の子という説もある。母が、大満どころないし、高大院の縁護者であったことは、すでに作者不詳の競合雑記に記載があったが、後交雑記が引く、金見狂気の確認作業により、義継の母は、 高台院の取次役であった東殿であることが確定した。また、関原軍旗体制では東殿が高台院の聖母の朝日殿の親族であったとも語られている。天正十四年1586年4月6日、大阪城へ施行した文護国の大友義茂が国元の家老へ送った書状に構造すともにあえて、 東殿と名指しでその存在を伝えており、すなわち、秀吉のくつろぐ、奥御天の次の間に、東殿が控えており、かなりの政治力を有していたことが伺え、豊臣や中で重責を担っていたと言える。兄弟姉妹が存在し、栗山林斎と、幸春、幸春坊とも、の二人の老いが記録に見える。天正はじめ頃に秀吉の故障となった。天正五年、 1577年10月に、秀吉が織田信長から、張馬国攻略を命令されて、姫路城を本拠地としたとき、脇坂康二や市柳自家松、福島正則、加藤清正、戦国秀久らと共に秀吉を馬回り州の一人として、大谷平馬の名前が見える。天正六年、百七十八年五月四日に、天子勝久が、光月城において、 毛利リー・テルモトの軍勢に包囲された時、秀吉は天子軍を救援するために出陣したが、この時に義次も従軍している。その後の三木城攻めには馬回りとして従軍し、10月15日に平山で開かれた、秀吉陣中での縁にも大谷兵馬として名を連ねている。この時の六は150国とも250国であったとも言うが定かでない。 天正十年、1582年4月27日、秀吉は、毛利法の清水総治が立てこもる備中高松城を攻めた。この時も吉次は、秀吉の馬回りとして従軍している。しかし、ここまでの逸話の中で、武功屋が根拠となっている逸話については、儀書説があるために信憑性について問題がある。その2ヶ月後の6月2日に、 織田信長が本老寺の変で応死した。秀吉は6月13日に信長を殺した明智光秀を打ち、6月27日の清須会議で織田氏の主導権を獲得して対等してゆく。秀吉と織田家重臣である柴田勝家への対立は決定的となり、吉継はこの時期の秀吉の身の国信仰にも馬回り衆として従軍した。そして、 天正十一年、1583年に、静ヶ岳の戦いが起こった。この時、吉次は、長浜城主、柴田勝豊を調略して内容させ、合戦においても、先賢秀として、石田三成らと共に七本槍に匹敵する三振の、たちと称賛される手柄を立てた。天正十三年、1585年、奇襲政伐においては、 マスダ・森と共に2000の兵を率いて従軍し、最後まで抵抗を続ける、奇襲勢の杉本広報士を槍で一突きにして、打ち取った武功が、根頃寺焼き討打ちをたぜめ細き記されている。秀吉が、伊勢長島城に移った、織田信を祝いに赴いた際にも同行している。文書の発給もこの頃から見え、商名寺へ、寺両安土城を、大谷木之助の名で発給している。 また7月以前に、キリスト教に改修していたとされ、宣教師、ガスパル・コエリョが秀吉を訪問した時には、愛良さと共に、コエリョへ、果物と干し柿を持参している。同年7月11日、秀吉は、この絵先久の勇士となって11位、関白に上任したが、この時、初代部12名を置き、吉次は、15位下行部将有に上任される。これにより、 大谷業部と呼ばれるようになる。この頃から、本来、違い高の羽根であった家門を向井町に変更したと言う。9月には、秀吉の有馬温泉当時に、石田三成らとの近親と共に同行している、の文土日記。天正14年、1586年の九州征伐では、兵団奉行、石田三成の下、功績を立てた。同年、三成が、 堺井奉行に任じられると、その配下として、実務を担当した。毛利輝元の表した、輝元上落日記には、天正十六年、1588年に、輝元が上落した際、世話になったり、挨拶回りをしたと臣家や諸大名の名とそれぞれへの、献上品が細かく記されており、下巻に、大谷の名も見える。この時点で、奉行閣に列していたことがわかる。 天正十七年、1589年に、越前国鶴ヶ郡二万余り石を与えられ、鶴ヶ城主となる。義継は、八谷頼高の築いた鶴ヶ城、現在の鶴ヶ市有紀町、三島町を改修したと伝わるが、義継の前に、豊臣秀勝が城主になっており、天守は秀勝時代に完成していた説もある。小野川、 小屋の川のに川を教会として町立てを行い、町割りを川西、川中、川東の山頂に改めた。天正十八年、1590年の小田原征伐にも従軍し、続いて欧州市沖にも従軍しで和国の検地を担当した。この時、柿崎義弘と面会し、独立の承認と豊臣政権への侵入について助力を依頼されている。 県地においては、廃下の大官が抵抗する農民を切ったことが、発端となり、一揆が発生したが、上杉影勝の支援を要請し鎮圧した。帰還後、南城軍、入軍、今立軍の村村二万河村、九百四十四国を、加増され、この頃に、いわゆる、鶴が五万国を領することとなる。文禄元年、五百九十二年から始まる。 秀吉の朝鮮出兵、文録、慶長の役では船奉行、軍艦として、船舶の調達、物資輸送の手配などを務めてその手腕を発揮し、軍功を立てている。同年6月には、秀吉の命令で奉行衆の一人として、長谷川周一、前野長安、木村茂子,子加藤光康、石田光成、増田長森らと共に都会し、特に、大谷、石田、 増田の三人は、秀吉の指令を受けて、朝鮮諸将の指導に当たるとともに、現地報告を取りまとめた。アキラとの和平交渉でも、民氏、社用氏、女一館を伴って、石田、増田と共に一時帰国し、文禄2年、1593年5月23日に、名古屋城で秀吉と民氏との面会を果たした。その後、再度朝鮮へ都会したが、6月に、 珍珠城攻防戦で珍珠城を攻略すると選挙区は和平交渉により停滞し、うるう9月上旬には帰国した。最終的に決裂した和平では、民国の秀吉作法に際し、吉次は石田三成、小西幸長、浮北秀家、増田長森と共に大都督の管理を受けることになっていた。文禄2年の朝鮮からの帰還に際し、9月、 羊続けでに、太宰府天満宮に一体の鶴亀文献鏡を奉納しており、この鏡は現存している。一つの名には、吉嗣の名が、もう一方の名には、東、小石、徳、小屋という四人の女性名が列挙されている。この東は、吉嗣の母親の東殿であり、小石、徳、小屋については、諸説あるが、吉嗣の家族であろうと考えられる。 文禄三年、一五百九十四年には、草津に当時に赴いており、なおえ金継に宛てて、目合いはずらい交換、両外ながら、陰板にて申し上げこうとの書状を送っている。慶長二年、一五百九十七年九月二十四日、秀吉は、徳川家康、富田智信、小田浦くらを伴い、伏見の大谷邸に訪問した。吉継は豪勢な共演で出迎えた。 慶長三年、1五百九十八年六月十六日の、豊臣秀頼の中納言助人の祝いには山用を押して、三列し、秀吉から歌手を賜った。慶長四年、1五百九十九年には、新竜院、そよぎ春と女郎を見物しており、病状の好天が伺える。慶長三年、1五百九十八年八月に、秀吉が死去した後、 吉次は後大老の徳川家康に次第に接近した。慶長四年1599年、家康と前田敏家の中が剣悪となり徳川邸襲撃の風文が立った際には、福島正則ら豊富氏の武漢派諸将らと共に徳川邸に参じ、家康を警護している。その後、前田敏ながらによる家康暗殺計画の噂による、 混乱の際は、家康の命令で失脚していた、石田三成の内主と共に、古史表に出兵している。また、浮田家中の紛争の調停をしている。慶長五年、1600年、家康は、合図の上杉影勝に、無本の権威があると主張して、上方の兵を引き上杉討伐軍を起こした。家康とも懇意であった吉次は、所領地である、 鶴が、自らが大官を務める倉入地下兵を募り、三千の兵を率いて、討伐軍に参加するべく、両国を立ち、途中で、石田三成の居城である、沢山城へと立ち寄る。吉次は、三成と家康を仲直りさせるために三成の着難、石田茂げを、自らの軍中従軍させようとしたが、そこで親友の三成から家康に対しての挙兵を、持ちかけられる。 これに対して吉次は、三度にわたって、無謀であり、三成に、正気なしと説得するが、三成の固い決意を知り熱意に打たれると、敗戦を予測しながらも息子たちと共に三成の下に、長谷三次政軍に組みした、遺説あり、口述。8月5日付の三成の書状。備えの人数書によると、この後北国口の兵三万百の大将とされた。また大阪にいた、 真田正幸の性質を預かるなど、西軍の一員としての行動を開始する。大谷氏は、一族挙げて西軍につき、義継の母、東殿は、高大院の代理として、浮ッ田秀家が行った、出陣式に出席している。こうして、西軍首脳の一人となった義継は、鶴賀城へ一旦帰還し、東軍の前田と品川を建成するため、知全国、加賀国における、 初大名の調略を行った。その結果、には長繁や山口総栄、上田重やすらの初大名を味方として取り込むことに成功した。さらに吉次は偽情報を流して、年長を動揺させ、8月に前田軍と戦った、浅井縄手の戦い。9月、吉次は三成の要請を受けて、脇坂や辻、く木元綱、小川助忠だ。 戸田勝成、赤棚親すらの諸将を率いて、美濃国に進出する。そして9月15日、10月21日、東西両軍による関ヶ原の戦いに至った。この時、吉次は関ヶ原の西南にある山中村の藤川台に、大谷一族や戸田勝成、平塚亀広の諸隊合わせて5700人で布陣する。陣中にはこのか、織田信長の子、 織田新吉と長寿の兄弟、八塚家政の重臣、高木法裁らが加わっていた。吉継は、病の影響で後方にあって、軍を指揮し、午前中は、東軍の東道高虎、京国高知領隊を相手に奮戦した。正午ごろ、松尾山に布陣していた、小早川秀明隊一万五千人が、東軍に寝返り大谷隊を攻撃するが、はじめから、 小早川隊の無本に備えていた、直属の兵六百で迎撃し、さらに前線から引き返した、戸田勝成、平塚亀広と合力し、兵力で圧倒する小早川隊を一時は五百メートル、押し戻しに三回と繰り返し山へ追い返したという。その激戦ぶりは、東軍から小早川の監視役として派遣されていた、奥平貞治が重傷を負った、後に死亡ことからも伺える。 しかし、吉シが追撃を仕掛けたところへ、秀明の裏切りに備えて配置していた脇坂、くつき、小川、赤座の4対4200人が、東軍に寝返り突如反転、大谷隊に横槍を仕掛けた。これにより大谷隊は、前から、東軍、側面から脇坂からの内容所隊、背後から小早川隊の包囲、猛攻を受け防御の限界を超えて壊滅、吉シは自害した。 去年四十二もしくは三十六、吉次率いる大谷軍の敗北は、戦場の数勢を一変させ、西軍の諸帯に動揺を与え、西軍階層の端緒となった。西軍の諸将の多くが戦場を離脱したにもかかわらず、自害をしたのは、高台院の老いである秀明に撃たれることで、高台院への恩義に報いようとした、結果の討ち死にではないかと言われている。自害した。 義継の首は側近である、湯浅隆邸の手により、関ヶ原に埋められ、常山治無断、東軍側に発見されることはなかった。遺説では切腹した、義継の首を、家臣、三浦北尾が袋に包んで義継のの従軍像、幸春に持たせて戦場から落とし、幸春が、前原の地に埋めたとも言われる。現地には、首塚も建てられている。義継の自害後、 北竜は追い払おきり、龍忠氏は、東道隊に駆け入って討ち死にした。巨城鶴ヶ城は、家臣、八谷正軍が、東軍に引き渡しを行った。また、関ヶ原の戦い直後に直感が許されて、京都に帰還を許された、山品と狐と、冷静ため万に与える敷地が九下町の中に、用意できなかった、徳川家康は没収していた、原ま種と吉次の母の屋敷地。 久下町の北隣にあったお両者にあてがっていることが知られる。時世は、ちぎりともろくの巷に、待てしばし遅れ先立つことはありともで、これは戦闘中に、決別の挨拶として送られてきた、平塚つかひろの時世、名のために、君がため捨てるする命はおししからじ終わりに、止まらぬうきよと思えば、絵の返しくとなっている。墓所は、居城のあった福井県鶴ヶ町へ承に、 国林の石塔、岐阜県関ヶ原町にも、湯浅高志邸の墓と隣接して石塔が設けられ、少なくとも2箇所に供養塔があり、また前述のように幸春が首を持ち帰ったとされる伝承に基づく首塚が、滋賀県舞原茂汚に残っている。吉次の鶴賀入法は、日本海港駅の要港、北国の物資の集産地であった鶴賀港を、 秀吉直系の家臣に掌握させることにあり、鶴ヶ城改築の要材は、秋田下げらが軍役として付加されている。鶴ヶの地は吉シ支配のもと、北国から機内への輸送の拠点、出兵時の物資の調達拠点として機能した。吉シは、八谷頼高時代から海鮮屋を営む鶴ヶの、川船座の頭分、道の川市の一族、川船兵衛三郎に、間口一軒。 奥行き十件の自死、諸役、船三艘の薬免除の特権を与えて、支配体制に取り込み、天正20年2月、道の川文書流通を掌握した。文禄3年、1594年に、伏見城、静木山伏見城が築城された、際の要剤、大鼓版は、道の川市一族の道の川表次郎の船で、秋田から鶴ヶ経由で、伏見へと送られ、 同じく、道の川一族の越後屋平太郎は吉次に船を提供している。このほか、甲島や伝右衛門らの高島屋一族も特権を認められて吉次に協力し、慶長元年1596年に小畑山伏見城が築かれた際には、高島九二が対抗版十四万半、慶長二年1597年には、甲島や両左衛門が五十件を運んでいる。 伏見城下においては、現在の桃山町日の田より、北東に屋敷を構えた。このほか慶長2年、1597年2月に、鍛冶屋の都根家へ、自死本線790巻分を永代免許、したという記録が残り、地場産業の育成を図ったことが見て取れる。水軍も編成され、後の関ヶ原の戦いで、前田利長が小松城を攻撃した際には、 大谷水軍が金沢を攻撃するとの噂を流させ、撤退に追い込んでいる。西福寺に対し発給した金星など、文書も相当数が現在に伝わっている。自社への寄進も積極的に行い、秀吉の命を受けて、上宮神社を再興、騎士神宮に朝鮮から持ち帰った、戦利品の金を奉納したほか、八幡神社に本殿の乱馬飾りや鳥居、 灯籠などを寄進している。けだし、吉高、平日家臣に対して、自心深く、義を持つて、これを奨励せしゆえ、皆、命をいたして、その恩に頬ゼりという、北国を計略し、子卒を訓練すること肘の指を使うが如としと言われ、家中の統制も行き届いていた。このほか、蜂や頼高求人で飯抱かかえられた者も,も多いと思われる。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。